はい、こんばんは。今日は2020年第2回全頭高二模試の四角6番をやります。頼まれたのは3番、4番なんですけども、まあ、全部やりますね。で、えっ、ー、と、ますね。θ の関数 fθ イコール、二、えー、分の 1sin2θ-√2kcosine かっこ θ-4 分の π 足す k2 乗があると。ただし、k は正。これね、見落とさないように、k は正ですよと。これでね、これね、3番解くときに、 ゼロも入れちゃったらまずいので、これ正の定数だから。だから間違えて三番答え書くときにゼロ入れないようにね。いいですかこれ正の定数ですよ。で、一番。サ sin2θ、cosin かっこく四分のパイのそれぞれを、まあこれは公式使えばいいです。2倍書くと、えー、これ下方定理ですね。これを文字で表せた。二番。の1。f タを sin かっこー i n θ p cosinθ-p の積、あ、九か。引く九の形で表せた。 2 2 k イコル2分のルート3の時、き、方程式 KFC イコル0を0以上 2π 未満、ね、シータが2を置いて解けた。で3番、シータの方程式 KFC イコル0が0以上 2π 未満、ね、シータが2を置いて、i 異なる4個の解を持つような k の値の範囲を求めようとで4 3のときタの方程式 f ゼ0の0小なりイコーールシータ小なり 2π における最小の解を α 最大の解を β とすると α プラス β が3分の 5π となるような形の値をとまあ解答これなんですけどもじゃあいきましょう、はい、じゃあまず1番 じゃあまあ赤は回答なんですけどもじゃあ2倍角の公式からサイン 2θ イコール2サイン θ コサイン θ まあこれはいいですね次加方定理からじゃあコサインのマイナスだからコサインコサインプラスプラスね間違いないでサインサインといいですかね、えー、サインの時はこの符号が同じだったけどコサインの時はこれ違いましたよね符号がねプラスかマイナスかはねはいじゃあ これで、えっと、ルー二2分のルートに、これルート2分の1でもいいですよ。ルート2分の1でもいいんやけど2。2分のルートにコサイシーター足す2分のルートにサインターはい。ついて、2の1。まあ、1番より、じゃーターが今こうですね。ここにえ、えっと、ンシーターここにコサイン s θ シーター引く4分の倍をだ、あの、の答えをね、代入したと。これね。そしたら、整理するとこうなったと。で、 これとこれはコサインでまとまるし、これとこれは k でまとまったと。で、これが共通因数だから、解答。カッコサインシータ引く k、カッココサインシータ引く k と。が解答です。f シータね。で、2の2、k イコール2分の3ってことは、これが2分の3、あ、ごめんなさい、2分のルート3ってことですね。2分のルート3。ってことは、それがイコール0なんだから、サインシータイコール2分のルート3、コサインシータイコール2分のルート3と。で、角度がこの範囲だから、じゃあ、サインは、 いいですね。2分のルート3。つまり、サインが2分のルート3って、ここね、はい。見えるかね。えっ、ー、と、これか。これね。角度2つね。だから、3分の π と、3分の 2π と、えー、その数気が。じゃあ、コサインが2分のルート3のときは、コサインが2分のルート3って言ったら、ここね。こことここね。はい。で、6分の π と6分の 11π。じゃあ、以上より、θ は4つ。 6分の π、3分の π、3分の 2π、6分の 11π と。で、今度3番。fθ イコロール、じゃあこうですね。カッコの 2, 番の,2の2とは関係ないので、2分のルート3も使わないように。じゃあ、sinθ が k、cosθ が k ですよね。じゃあ、θ が0以上 2π 未満において、i 異なる4個の解を持つには、もう解を、答えはこれですね。で、さっき言ったように0入れないように。0入れないように。 えっと、要は何言ってるかって言と、k が二分のルート二の時に、まぁ、あ、あるんですよね。何言ってるかと,いうと、二分のルート二もしくはルート二分の一ね。えっ、ー、と、四分の π の時は、サインも,、まあも,ね、インもルート2分の1、もしくは2分のルート2ね。で、cosin も2分の、ルート二分の1もしくは二分のルート2ねでコサインも二分のルート二分の一もしくは二分のルート2だから、この四分の π にすると、だから、えっ、ー、と、k が、こうだったら、これとこれだったら、ここで角度がダブっちゃうので、 角度が3つしかないですねこれとこれで角度が3つになっちゃうつまり1個本当は1個2個でコサインで3個4個にしたいんだけど、えー、と1個2個3個しかできないのでだから4分の π だけ外せばいいとただしサインもコサインも0から1枚だからで0は使えないのでえっ、ー、と答え0小なり桂小なり2分のルート2、まあ、もしくはルート2分の1でもいいと。 または2分のルート2小なり k 小なり1ねもしくはこれルート2分の1でもいいよとそれは解答ですどうでしょうで最後の4番はこれは4番がややこしいんですよねえっ、ー、とね三の時って書いてあるから要は角度はこの y=k イコール、k、のだから45度の角度は使えないよとこの,かこの角度はねここの角度は使えこの,この角度は使えないと で、えー、っと、最初、じゃあね、場合分け2つ。1個目の、さっきの回答の1個目。0、k が0から2分の π のときは、えー、っと、こんな感じですよね。えー、っと、y イコール k があって、y イコール k がこの辺だったら、x イコール k、この辺ね。で、作れる角度は、y イコール k はこの角度とこの角度なんだけど、最初は、この α はこれですね。最初の α。で、y イコール k のが作る角度はこの角度と、 この角度がありますよねだからこれは最大だからこれが B なりあベータになりますよね。でこのベータで実は9099270 90度にこ,のこれと同じ角度の α を足してるだけですよね。ということはベータイコール2分の 3π プラス α になりますねこのこの今回のベータは。で α プラス β が3分の 5π って言ってるんだがこれをこの中代入してください。 アルファ足す括弧こ2分の 3π 足すアルファが3分の 5π じゃあアルファが12分の π になりますアルファがねアルファが12分の π ということはここでえっ、ー、とサインの12分の π これねサインの12分の π を今から解けばいいサインの12分の π いいですかねあの k, k の値だから k の値ってのはさっきのやつですよ、k、の値、k あれ えっとまあいい一回ちょ解いていきましょうかじゃあァイコール十二分のパイねじゃあ sin12 分のパ、えー、イは過保定理の形に持ってくるとこうですねで解いてみると四分のルート六引くルート2四分の六ルート引くルート2じゃあ k っていうのはサインアルファだったんだから k はね k はサインアルファだったんだからつまりサインの十二分のパイ、つまり一つ,つ目の解答四分のルート六引くルート2ね四分のルート六引くルート2とよろしいでしょうか かなはい次2個目2個目あちなみに今の k はこれを満たしてるよとで次2個目じゃあ k が2分のルート2と1の間の時つまりこの辺ですね y=k がということはこれが x=k ねということは作れる角度はここで最初の α ができるとで最大の β はこうなんだけど実はここがアルフ α だから結局 α 足す β って 360° 度になっちゃうと。 だから上図より α プラス β が 2π となるからこれを満たしてないとだからこれも答えないよとじゃあ以上あいいよりこれいいだからあいいより k は4分のルート6引くルート2ねっていう回答を作ってくださいい,いいかなはいじゃあ以上です